一つあるものを持ってきました。え、何？僕、おじいちゃん二人とも亡くなってる。はい。片方のおじいちゃん、早く亡くなったおじいちゃん。はい。私が芸能活動をするので、はい、家族が大反対の時も、うん、自分でやりたいことをやりなさいと言ってくれたおじいちゃん、はい、亡くなったんですけど、はい、でその片身の時計をつけてまあ、動いてないんですけど、お前ちゃんと感動させんなよ。動いてないんですけど、感動。大家好，我叫高志，我主持电视节目《台湾好驻军》，入围了第57届金钟奖的生活风格节目执资人奖，真的很感谢支持我的所有人。残り2日なんですけれども、はい、見てください、髪の毛が、ね、ひどい状態なんです。いや、バッチリです。おめでとうございます。待てお前、髪を今から切りに行くんじゃん。あれか、やっぱ似合ってたもん。スーツにあれでしょ。なんですか、小林さんやってた時の似合ってたもん、やっぱスーツ着るし。違うよお前、人生で1回か1回あるかないかのすごい大事な日に坊主にするかよ、わざわざ。あれ似合ってたけどな。あれ変わるけど、ほんならもう自分でやるよ。そしてわざわざ美容室行かないで。伊藤さん、ちなみに台湾来て何年目でしたっけ？もうすぐ2年です。2年、はい、慣れました。もう台湾はもうめちゃめちゃになれましたね。健太郎さんも今回これ台湾に来て、毎日のように夜泣いてるじゃないですか。泣いてねえよ。帰りたいです。泣いてねえよ。ママに会いたいです。毎回それどころ、いやもう泣いてるどころじゃないのよ。もう本当にいる、頑張んないとダメだよ。言葉とかもやることが多すぎて足りないね今時間が。伊藤さんもそういう時期ありました？時間は足んなかったですね。分からないことだらけだったんで。決まってるじゃん。さすが。おお、これで明後日の式典を迎えたいと思います。明日がいよいよ金鐘山なんですけれども、なんとですね、皆様、金鐘山当日健太郎が誕生日なんですね。まあ、ちょっと一日早いんですけれども、今日今さっきケーキ買ってきたんで、この後簡単にねサプライズしたいと思います。はい。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。何これ、何？いいっすか、はい、何？もう本当に普通のケーキです。ま、どこが普通やねん。違う、これ何ケーキ？ほら、ケダさん茶道やってるじゃないですか。ああ、それ抹茶レモンケーキなんですよ。そう、やっぱ茶道やってるからレモンかなと思いまして。いや、どっちかって言ったら茶道やってるから抹茶の方だし。あ、ごめんなさい、間違えました。はい、茶道やってたらお前邪道すぎるだろお前。抹茶レモンお前文句言うじゃん。お前、じゃあ返してくれ。違う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 、いいよいいよ、そんなん言うんだったら。違う違う、めっちゃ違う違う違う、今、いや理由がちょっと変だったから突っ込んだだけで、めっちゃ嬉しいわ。ありがとうございます。金鐘山当日です。はい、そして健太郎の誕生日当日です。誕生日っていう実感はないけど、でも昨日高橋にお願いしてもらいまして、はい、ありがとうございます。皆さん、コメントでもどうぞ。先にね、はい、先にお礼を言ってくるね。はい、今からですね、化粧をして、はい、レッドカーペットに備えたいと思います。僕が一個感動的なストーリー話しましょう。お願いします。一つあるものを持ってきました。え、何？僕、おじいちゃん二人とももう亡くなってるんです。はい。片方のおじいちゃん、早く亡くなったおじいちゃん。はい。私が芸能活動をするので、はい、家族が大反対の時も、うん、自分でやりたいことをやりなさいと言ってくれてたおじいちゃんが、はい、亡くなったんですけど、はい、でその片身の時計をつけてます。まあ、動いてないんですけど、お前感動させんなよ。動いてないんですけど、感動。ありがとうございます。嬉しい。あ、感動感動骗人感動骗人レッドカーペットありがとうございます。見えるかな、ここからここ高橋がね、降りてくるの。次来る来た、来る、うわ、やべ、来る、高橋来る、来た、あ、やべ、歩いてる、皆さん見えますか、歩いてます。歩いてます。いいよ、台湾好通信。
てください。こんなにたくさんの記者の人たちに、こんなたくさんの記者の人たちに撮られてる。いいよ、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 輝いてるよ、いい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 よ、あー、いいっすよ、いいの撮れたやんけ、ありがとうございます。生活风格节目主持人奖，哎呦，我是宝仪，得奖的是高志，高志，柯大宝，高大神神。こんな感じで飯食って。終わりで賞が取れませんでしたけど、はい、次は2人で取りたいと思います。ありがとうございます。2人でいただきます。それはスタッフさんに言ってください。2人で取れということでした。ありがとうございました。スタッフさんに言ってください。